はい、どうもこんにちは、こうです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回は久しぶりのガチャガチャの森ですね。新商品がね、なかなか見つからないのがいくつかあるので、今回こちらにやってきました。ほんと久々なんですけどね、新商品入荷してるといいんだけどな。というわけで早速見ていきたいと思います。この間ね、紹介したこう見えて寒がりなんです。ありますね。まだ結構カプセルあるかな。新しい商品、やっぱりさすがだね。入荷数が結構多い。見つかるといいんだけどな。欲しくてね、まだね、見つからない商品がいくつかあるので、探していきましょう。これもちょっと気になってるんだよね。ないとかやめてよ、ほんと。あ、2000GT いいな。かっこいいね。前もあったよね、2000GT。フェアレディ Z もかっこいいな。こっちはサンリオ系だね。この辺はしんちゃんか。で、プレミアムガシャポンで、この辺アンパンマンとかかな。やばい、ここまで来て見つかんないのか。あったー、これこれこれ、回したかったんだよね。かわいいよね。はい、というわけでこちら早速回していきましょう。そして隣にあるこれスクラッチターンテーブル、これも気になるね。前もエールさんでねありましたけど、これはちょっと気になるけど今保留だな。あ、グレムリンの T シャツもあるね。いいな、かわいい。ドーナツはどうなんだろう。かなりカラフルな出来なんだけどね。かわいいはかわいいよね。あ、これも結構気になってんだよな。レトロキッチングッズも欲しいよね。これはどれが出てもいいかな。よし、やばい、お寿司ないね。どこ行っちゃった。この辺はディズニーかね。やばい、お寿司見つかんねえんだけど。はい、というわけで帰宅してきました。先ほどね引いたガチャガチャで、まあ一番気になってたこれなんですけど、明らかにネタバレしてるので、まずはこちらから開けていきたいと思います。というわけでまず最初に紹介するのはこちら、ラボットですね。これはあのペット型ロボットというか、アイボとかの進化系とも言えますかね。表面はぬいぐるみみたいな、実際ね素材でできていて、体温も確か40度ぐらいあって、本当なんていうのかな、普通に生きてるねロボットのような形なんですよね。これ可愛くてすごい気になっていたので開けていきたいと思います。カプセルレスはね、どうしてもネタバレしちゃうんでね、仕方ないですよね。はい、開いたかな。あ、やべえ、ちょっと傷ついちゃった。軽くやったんだけどな、これ困るよね。はい、というわけで今回ピンクのラボットが入っていました。すごい可愛いね。内容はどうなってるかというと、カプセルがこのようなボディになっていて、付属のパーツとここにね重しがついてるような形ですね。ではまずラインナップの方を確認していきましょう。今回ねブルーが欲しかったんだよね、一番。あと黄色。はい、というわけでラインナップはこんな感じ。色違いと色違いですね、ただの。これが6種類あるような形ですね。ブルーかイエローがね可愛いなと思ったんですが、今回は桜ピンクが当たりました。
内容物はこのようになっていて、組み立て方がこちらに書いてありますので、耳をつけて頭をつければ終わりですね。早速組み立てていきましょう。頭は単にこれ差し込めばいいのかな。はい。で、あとは腕か、これ腕を差し込んで、こんな感じ。あとはこれを元に戻してあげれば、はい、これでラボットの完成です。かわいいね、これ。さすがに。で、起き上がりこぼし的なね感じで、下に重りがついてますので、こんな感じで倒してあげてもちゃんと元に戻るんですよね。これはかわいいね。はい。というわけで、正面から見るとこんな感じで、横側と背面ですね。ちなみに実際のラボットはというと、こんな感じなんですね。はい。これが実際のラボットですね。だいぶね、特徴を捉えてて可愛いですよね。こんな感じで動くの。はい。これが実際のラボットですね。だから、なんだろう、足とあれが閉じてる感じかな。そうだね。ここは一応塗装では再現されてるんですけど、これが引っ込んでる感じなんでね、ちょっとディフォルメされたようなデザインになっていますね。というわけで、まずラボットからはこちらの桜ピンクが当たりました。続いて紹介するのはこちら、レトロキッチングッズ4ですね。ターリンさんから発売の300円のガチャですね。このシリーズも第4弾ということで、すごい人気のシリーズになってますよね。それでは早速中開けていきましょう。はい、というわけでまずはラインナップ見ていきましょう。レトロキッチングッズ4ですね。カラーなのがすごいいいね。はい、というわけでラインナップはこんな感じになっていて、片手鍋、オーブントースター、ミキサー、水差し、そしてこちらがカップとグラスのセットですね。やっぱりキッチングッズですから、この辺の家電系がいいですよね。で、ただこれおまけがついてるのかな？牛乳寒天の箱がついてたりとか、牛乳の箱がついてたりするんだ。これおまけがついてるのは嬉しいですよね。それでは何が出たのか見ていきましょう。それでは今回何が出たかというと、せーの、はい。というわけで今回はトースターが当たりました。これはなかなか良さそうですね。早速中開けていきたいと思います。はい、というわけで中を開けるとこのようなトースターとトレイが入っていました。トレイの方もかなり綺麗に塗装されていて、出来がかなりいいのがわかりますね。トースター本体とトレイを近くで見るとこんな感じになっていて、かなり細かい表記のところまで再現されているのもいいですし、ちゃんと前面パーツが開くのも素晴らしいですね。で、横側にはこのような柄が入っていて、レトロキッチンシリーズのね、ちゃんと再現がされていますよね。で、この中にはもちろんトレイを入れることができますので、このような形でね、何か食品の商品を入れてね、飾ることもできますね。今まで発売されたレトロキッチングッズと並べるとかなりいい感じになりますね。同じトースターといえ、これは形がね、だいぶ違いますし、これはポップアップ式なので、これは2種類あってもいいですよね。ちなみに花柄で合わせるとこんな感じになりますね。はい、というわけでレトロキッチングッズ4からはこちらのトースターが当たりました。最後に紹介するのはこちら、待ちぼうけお弁当の場合ですね。これはね、タコさんウインナーがめちゃくちゃ可愛くて、タコさんウインナー狙いで回してきました。カプセルカラーが赤ですから、おそらくタコさんウインナー当たっていると思います。それでは中確認していきましょう。はい、というわけで中にはタコさんウインナー入っていました。かわいいな。
というわけでラインナップ確認していきましょう。カラーではないんだね。はい、というわけでこんな感じのラインナップになってちょっと見づらいかな。はい、ちょっとカラーでね入れておきますが、おにぎり、タコさんウインナー、唐揚げ、卵焼き、うさぎりんご、この全5種ですね。タコさんウインナーかうさぎりんごが欲しかったので、赤いカプセルが出た時点でね当たりだと思って1回だけ回してきました。それではこちらもね中開けていきたいと思います。はい、というわけで中を開けるとこのような体育座りをしたねタコさんウインナーが入っていました。造形としてはかなりよくできていますよね。一発でちゃんとソーセージっていうのがわかりますもんね。上のこのちょろんと結んだところとか中のこの色合いとかね、完璧な再現度だと思います。正面から見るとこんな感じで、横側と背面ですね、この切れたところから中の色合いが出てるのがまたいいですよね。で、最近はあまり見ないこの赤いウインナーっていうのもなかなかいいと思います。近くで見てもこのクオリティなのはかなり素晴らしいですよね。なんか黄昏れて座ってる感じがまたいいですね。ちなみに大きさはというと、いつも出てくるペンギンと比べるとこんな感じのサイズ感ですね。200円ガチャでやった合掌と比べるとこうで、合掌よりは座ってる分ちょっと小さく見える感じですね。はい、というわけで待ちぼうけお弁当の場合からはこちらのタコさんウインナーが当たりました。はい、というわけで今回はコウが気になるガチャ3周回してきましたが、いかがだったでしょうか。どれもほんとねクオリティがすごく高いですよね。年々ガチャガチャのクオリティがほんと上がってるような気がします。この動画がね良ければぜひグッドボタンとチャンネル登録お済みでない方はぜひチャンネル登録の方お願いいたします。また他のレビュー動画につきましては概要欄の方に再生リストの方を貼っておきますので、こちら説明欄の方からねぜひご覧になってみてください。というわけで今回も最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございます。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。こうでした。またねー。